まず今回そのコロナの状況において、もともと5月2日から、リーグ戦をスタートしようということで準備をしておりました。皆さん選手にいただきながら参加していただいて、で野球のリーグをしていくということで、週4日ペースをこうどん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 やっていって、まあ、北海道の一番いい季節、8月末ぐらいまでの約70試合というのをですね、行っていく予定で準備してるんですけども、現在このような状況ですので、様子を見ながら、ただこの状況が良くなればすぐ僕たちとしては開催して、地域の皆さんにも元気な姿を見せていきたいなというふうに思っておるところです。はい。で、それと同時に、今日の、スタートとして、新たにこれから、新規参入していただく球団の、皆さんにも集まっていただいて、北海道に、こういった本当ローカルな、環境の中で、地域を活性する、そういう、コンテンツを野球からスタートしようということで、動いてまして。こうやって賛同いただいている皆さんと一緒になって、こう北海道地域を活性化させたいと、野球の力を使って活性化させたいということで、これからやっていこうというふうに思っているところです。端的にまず申し上げると、独立リーグっていろいろこう皆さんイメージされる、本州で行われている四国アイランドリーグだったり、 BC リーグだったり、関西独立リーグだったり、そういったものが今日本の中にありますが、できれば私たちは北海道らしくというか、自分たちのオリジナリティを出していきたいなということで、まずスタートとして私たちが考えたのが、選手と地域のマッチングということで、選手たちが望む野球環境だったり、彼らのチャンスを作るとか、そういったところへの、環境づくりというのと、あとは地域が今課題としている人材不足、そういったところへ選手を派遣というか働いていただいて、で地域の活性化につなげようということで、そもそもが、4年前から、ベースボールアカデミーという野球塾からスタートしてまして、その、派生した形が今回のように、球団化して、で選手たちが働きながら野球のリーグをするというのが、これまでの流れでした。ただ、少し今後、私たちにしかできないことということで、いろいろ考えたんですけども、今日こちらの資料にもありますが、私たちにしかできないプロ野球リーグを作るっていう発想を今持っています。っていうのはどういうことかというと、本当にローカルの中にあるプロ野球チーム、ローカルの中にある、野球における地域の活性化っていうものをやっていくっていうものを、一つのオプションとしてこれから作っていったらいいなと思ってまして、でその中で、今までは練習枠というのが、ある意味は働きながらっていうところだったんですけども、3つの枠を設けて、プロ契約の枠と、あとは通常の、選手枠と育成枠という形で3つの今仕組みを考えています。見づらいかもしれないけど、皆さんお手元の資料を見ながら、はい。で、簡単に申し上げると、そのプロというのはですね、その能力を持った方々が地域の皆さんに活性化を与えるぐらいのパフォーマンスだったり、人間力だったり、そういったものを持った方々に北海道の地域に入っていただいて、で一緒に野球をしながら地域を盛り上げていただけるような人材を募集したいというふうに思います。で、これはこれからトライアウト8月に行う予定なんですけども、イメージとしては、プロ野球選手に外資だったり、船主だったり、石狩市や砂川に入っていただいて、で、今まで持っているそのキャリアだったり、能力だったり、すべてにおいて北海道の地域の元気づくりに一緒になってやっていただけないですかっていう方を、全国、世界から募集したいなというふうに考えています。で、その枠を、1球団の中に、1から5枠、今考えてまして、通常のプロ野球選手と同じような契約の仕組みを取ろうと思ってまして、一応、イメージは最低10万円から、50万円って今、出してますけども、本当に素晴らしい方がいただけるんであれば、その上限は問わないで、
一緒になってやれないかなというふうに考えております。なので今日こうやってお集まりいただいた皆さんに、お願いしたいのは、ぜひ全国にいるプロ野球選手に届くような、メッセージを送っていただけないな、なぜかというと北海道今地域においては非常にしんどいです。皆さんあまり札幌だったり都市圏からいらっしゃってるからあまり感じないかもしれないんですけども、私が今住んでる富良野市もそうですが、本当にこうどん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 過疎が進んでまして、何かしらのその起爆剤というものが北海道の地域において必要になってくるっていうのが本当にこうどん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 実感する、ようになってきました。ですのでこれがまずその野球っていう日本を代表するスポーツにおいて、地域の活性化につなげられるのであれば、そういう仕組みをとって、地域の活性化につなげられたらなというふうに思ってまして、ちょっと変わった仕組みです、ね、北海道らしくちょっと今までにない仕組みということで、プロ契約枠というのを持とうというふうに思います。でそれ以外に関しては、育成枠、通常選手枠という形で、取っていくんですけども、コンセプトとしてはプロ野球選手をたくさん入れたいわけじゃないんです。本当に育成の子たちが、今まで名もないというか、知名度もないような選手、キャリアもない選手たちが、結果を作っていき、でそして、成功していくっていうそのストーリーを北海道から作り上げたいっていうのはこれは前提にあってですね、ただこの中に彼らが望む、環境だったり、対戦する選手だったりその中にプロ野球選手が近くにいるのであれば成長も早くなるだろうし、なおかつ地域の活性化にもつなげられるんじゃないかなというふうに考えまして、プロ枠を入れているというふうに考えていただければなというふうに思います。ですので一番いいストーリーは育成の子たちが、プロ枠の選手を超えるというのがすごい素敵なストーリーになっていきますし、それを見ていく地域の皆さん、おじいちゃんおばあちゃん子どもたち含めて、本当にこう応援したくなるだろうし、その応援を盾にどん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 上のステージに上がっていただいて NPB やメジャーリーグに行くような選手が北海道の地域から出るというのが素敵だなというふうに考えてまして、その絵を描きながら今はいます、はい、ですので今回こういう、新たなプランを立てさせていただいています。でそれを8月の10日に、トライアウトという形で行う予定がありまして、今回は、ピアノとピバイと、来年から参入する石狩市と、3つの球団の選手募集をこれから行っていくところであります。目的として人を聞いたくてやるという仕組みではなくてですね、これもいろいろあるんですけども、その子の人生により添いたいんですよ。で、もうダメだから人生がダメということではなく、その子が何らかの可能性を秘めているのであれば、その道を、サポートしていきたいと。で、本人が最初野球を望むというのであれば、その野球の環境を作り、チャレンジしてもらい、成長を促したいと。ただ、結果として、花咲かないということもあるかもしれないですけども、その子の人生はそれで終わりではないので、はい、ダメだから終わりではなく、しっかりそのセカンドキャリアっていう部分もサポートしていきたいというふうに思っています。